木下うかさんがやらかしましたけど、三崎さんはどう思いますか、これね、木下うかさんっていう俳優さんがい,いるみたいなんですけど、この人、最近、事務所の契約を解除されたんですよ。で、これ、なんで解除されたかっていうと、結構卑劣で、芸能のキャリアが長いから、コネとか、権力があるわけじゃないですか、芸能界に。俺の特権であの番組出してやるよとか、こういう人紹介してあげるよとか、いろんな力がある人なんですよね。 まあ、俳優の人なんで、女優さんとか女優の卵とかに、まあ、演技を教えてやると。演技を指導してやるからっていうことで、家に呼ぶらしいんですよ。女優さんをね。とにかくなんか演技に対してイチャモンつけて怒ると。全然できねえじゃないかとか。出直してこいみたいなことめっちゃ言うらしくて。で、それで、女の子、えー、泣くじゃないですか。そのね、女の子がもう悲しい顔をして、あーってなってる時に、優しくセリフをかけて、やっぱ俳優だからうまいなと思うんですよね。もうそんな気にすんなよみたいな。 感じで、寝室に連れて行って <laughs>、寝室に連れて行ったら、まあ、下半身をこう、あらわにして、そういうことを要求すると。いうことが、結構何人にもやってるらしくて、ある人はそういうことを拒否したら、ま俺が一生懸命売ってやろうと思ってるのに、それぐらいの覚悟なんだ。もう、じゃったらいらねえよ、みたいな感じで妨げられたりとか、そういうことがあったらしいんですよ。で、これを文春が取り上げて、公になってしまって、クビになりました。 でこの件は結構昔から有名だったらしくて、僕もチラッと聞いたことあるんですよね。 木下放火さんっていう名前だったからわかんないですけど、実際その枕営業みたいなことをするんだけど、本当にそういうことをやったとしても仕事をもらえないケースって芸能界めっちゃあるらしいんですよ。そういうのは言うまでもなく、もうあってはならないことだと思うし、上下関係を盾にした、レープだと思うんですよね、僕は。それはだって若いさ女の子がさ、映画出たいとかさ、ドラマ出たいんだからさ、有名な俳優にさ、こうしてやる、あしてやるって言われてさ、しかも二人きりで言われたら怖いし、やっちゃうじゃん。 で、約束が守られんだったら、まだ100歩削っても1000歩削っていいかもしれないけど、それで約束が守られないっていうのは、ちょっと詐欺っすよね。もう詐欺に近いんじゃないかなって思うんで、僕はね、そういうのはなくなってほしいなって思います。これはね、もっともっと取り締まるべきだし、文春さん久しぶりにいい仕事したんじゃないかなって思ってますね。う